おはようございます。それでは私の方から3点まずご説明をさせていただきます。まず最初は福井ハピコインですけれども、これを常時チャージを始めるということで、本日からこの機能のスタートをさせていただいたところでございます。今までもですね、例えばプレミアム付き商品券であったり、それから福タスだとかですね、福井でお得公用キャンペーンとかですね、例えば省エネ家電なんかの時に、この福割を使う、福割じゃないや、ハピコインを使ってですね、ポイントをいただいたりと、こういうことができたんですけれども、皆様方からですね、このチャージができないのは非常に使い勝手が悪いというふうに言っていただきまして、ペイペイとかですね、楽天ペイとかいろんなのありますけれども、こういった常時チャージができる機能というのを追加をさせていただきました。チャージの方法は、よく他でもありますけれども、クレジットカードとかセブン銀行とか、バンクペイとか、こういうものを使って上限3万円まで入れられるということでございます。このチャージの特典といたしまして、まず一つは入金の際にも、それから使う際にも、利用者の皆さんには手数料がかからないと、ここのところは福井のデジタルという会社がですね、運営しておりますので、そちらの方で負担をしていくと。その上で今回ですね、夏休み期間中というのを念頭に置きながら、例えば5000円以上チャージして5000円以上利用したら、こういう、ポイントがもらえるとかいうことであったり、 イーカ、JCB カードでチャージをされた方はまた別途ですね、5000ポイントが当たるとか、こういったキャンペーンも行わせていただきます。特にですね、このハピコインにつきましては、これから秋以降ですけれども、ご当地クーポンということで、単にポイントだけではなくて、特別な体験ができるとか、裏メニューがあるとか、こういうことにも活用ができますので、そういう意味では他のペイペイなんかとはちょっと違う、お金以外にも活用範囲が広がっていくということかと思っております。続きまして2点目ですけれども、北陸新幹線について敦賀での乗り換えが不便だということは、一前から予想もされておられおりましたので、これをですね、予算の段階から、乗り換えの時にいろいろと情報を楽しんでいただくとか、またワクワクできるような体験ということで検討してまいりました。その中でこの乗り換えワクワクキャンペーンというのを実施をさせていただきます。8月中をですね、目途といたしまして、基本的には新幹線から降りて、在来線に乗り換えるところの、あの辺りですけどね、改札口があるところの辺りを通過する、もしくは2階からちょっと半2階のところを降りるような、こういうところを通過をいたしますと、ここにありますけれども、JR 西日本のウェスター、このアプリをダウンロードしておいていただいて、アプリを起動しておいて、位置情報をオンにして、Bluetooth をオンにしてていただいた方で、画面を出しておいていただくと、そこを通過をしますと、抽選券がここに届くと。届いたらですね、電車に乗っていただいた後で、それを見てですね、これで応募をしていただくというか、もうそのボタンを押せば即時そこで抽選が行われまして、それで、1000円分のハピコインが当たったりするということでございまして、これを県内の4400店のですね、この取扱店で商品に変えていただくということで、乗り換えることを楽しくしようということになっているところでございます。これにつきまして、特徴としましてはですね、移動するだけで、だからなんかにボタンを押すとか QR コードを取るとかやるとですね、とても時間がかかったりして混んだりしますので、そういうことはなく移動すれば、届く。それから、県内外、そこを通る人みんなが参加ができる。すぐに結果がわかる。それから可愛らしいですね、福井県内のゆるキャラ、これが当落を発表してくれると、こういうところでございまして、ぜひですね、多くの方に敦賀駅を利用いただきたいと思っております。続きまして、シャープ7119の運用開始などについてお話をさせていただきます。
特にですね、夜中とかに具合が悪くなったような場合に119番通報される方は結構いらっしゃるというふうに思います。ただ現実にはですね、119番通報をした場合来てですね、大きく言うと2割程度は病院どっか空いてますかとかいういわゆる相談事項であったりとか、もしくは実際に運ばれていく場合でも、都会なんかのお話を聞きますと半分以上が軽症、まあ、言ってみれば翌日行けば十分間に合ったというようなことが多いというふうに伺っております。まあ、救急も福井県内は都会ほどではありませんけれども、それなりに逼迫をしてきてますので、できるだけ必要な人にすぐに行って救急車で運べるようにしていくことが重要だということで、福井県でもこのシャープ7119の運用を10月1日から始めさせていただくことにさせていただきました。運用期間は24時間365日でございまして、電話をシャープ7119番って結構かけるのも勇気がいると思います。本当に苦しんでればすぐにかけられると思いますけれども、どうなのかなっていう時にこのシャープ7119にご連絡をしていただきますと、看護師なんかが出てきてですね、あ、それもすぐ119番にしましょうということなどに、つながっていくわけでございますし、まあちょっと様子を見ましょうかということも出てくるわけでございます。それの子ども版がシャープ8000でございまして、まあ、これにつきましてはすでに平成17年度から運用をさせていただいているところでございます。これをですね、運用していますと、基本的には病院が空いている時間帯は病院に小児科さんなんかに行っていただこうとしていて、閉まっている基本的には平日なんかの19時から翌日の9時までを、まあ、この開いている時間としてきたところでございますけれども、皆様方から土曜日は半ドンということが結構病院の場合あるもんですから、ここの午後の時間帯を開けてほしいということがありましたので、ここの土曜日の13時から19時を新たにですね、今回、電話相談の対象時間帯にするということを10月5日から始めさせていただこうというものでございます。私からは以上でございます。